乾きましたよ。これが阪神梅田駅ね。ここもターミナルね。あ、やっぱ利用者多いね。阪神梅田駅も、ね、阪急の梅田駅がね、ターミナル駅として大きいので有名ですけど、ここもね、結構立派なターミナルですよね。1、2、3、4、4線。5面4線か。もう一人ですね。しっかりと口が通ってる感じですよね。で、見事なターミナルじゃないですか。阪神のターミナルこんな感じなんですね。そしてですね、下のところがこういう風になってますね、レールで。へえ、結構違いますね、箇所によって。これはラウィーなんかオスナブラ、これドイツ語だな。どこの名、あ、でもじゃあジャーマニーって書いてあるから、そうですね、ドイツですね。ああ、ドイツ製のやつ使ってんだ。色が違うんだ。へえ。ここは急行で、普通急行、種別ごとに変わるんかな。そんな感じみたいですね。ですから、上本町っていうよりは近鉄の名古屋駅か。名古屋駅の感じに近いですよね。並びは普通から。名古屋はね、普通、準急、急行、特急、特急ですけど、ここら辺とかね、もう歴史を感じられるですね。大阪周遊、こんなんあるんや、1日1800円。すると関西の大阪周遊バスは、阪急特大バス、阪神特大バス、何回、関空バスね、これからの方には行けんの面白いな。奈良、怒る川、これはどっち、これは近鉄っぽいな。あ、やっぱ近鉄ですね。ワンデーチケット、これね、お得ですからね。そうか。いろいろ書いてある。面白いな。あれでも、乗り越し生産機の感じは近鉄とか似てるかな。で、こっちが直通特急で、姫路まで行けちゃいますからね。すごいですね。そう、これがあるおかげで名古屋から姫路までね、施設だけで行けることもできますからね。こっちはこんな感じ、梅田一番線ってなってますね。扉が閉まります、ご注意ください。そう、そこで、ね、でも山陽姫路に行く特急が10分に1本出てくんやな。すごいな。この高頻度を4000でさばくんですから、すごいですよね。へえ。これでもあれか、光るタイプですね。関西はやなんかすごく立派なあれが多いですね。多分ダンパータイプになっとって衝撃を吸収できるような感じの構造っぽいな。ということでさ、ここはもう正真正銘のターミナルですかね。いやー、本当にいい光景じゃないですか。こっち側はあんまり電車来なさそうなんかな。さあ、いや、ちょっとでも改札もすごいですけどね。ここも十分すごいんですけどね、この後ね、何じゃ、阪急っていう、お、大丈夫ね、通れた行こうかやから相性悪いことはないはずですからね。ここは定期券売り場になっとって、駅長室もオープンですね、阪神ナンバーは。普通駅長室っていうとなんか硬いシャッターのね奥にあるっていうイメージですけど、近鉄なんかもね、
あ、出るかな。あったらこんな感じですね。あ、共同通信は見え弾いてますね。仕方ない。そりゃそうや。結構これ天気予報も分かれるんですよね。見えが入るか入らないかは。で、あ、出たミックスジュース。定期券販売機なんてのもあるね。へえ。こっちからそのまま、ちなみにこっから姫路まで料金出てんの？あ、出とる。姫路まで1300円か。1300円やったら決して、こっちは確か特急が無料で飲みますもんね。やっぱミックスジュース飲んでかなあかんかな。やっぱ海だっつったらね、みんな飲んどるし、いただいていこうかな。ちょっとあっちの方買ってますけど、とにかくね、その波ついてきますからね。いやいいですよね、この辺りが大阪ね。じゃあ少なくはしませんよね。ちょっと光の加減がこんな感じは、なかなか分かりにくいかな。いい色ですよ。170円安いね。いいね。よいしょ。あ、おいしい。こっちはあの冷やって感じ、あの感じですね。ジュースって感じですよね。さっき京都で200円で買ったね、やつは生姜が効いてるのでね、冷たいんですけど、後から体がね、芯から冷えるというより芯は温めてくれるような感じで、これはね、本当やっぱ夏場にね、ひんやりと飲む感じの、でいいですね。多分ビタミンも豊富、そんな気がする。分かりやすいですね。スタンドでパッと買って、カッと飲んでさ、電車に乗ってさ、行くぞって、もしくは帰ってくぞっていうね、このね、あのパッと出て取って出すって感じがね、あの大阪の方はね、こういうのがあるんでね、この食べ歩きとかそういうのやるにはいいですよね。喉も潤いますけど、あれですね、このビタミンが入る感じがね、体に美味しかった。あと自然な加糖の感じですからね、なんか脳の方にもちょっと栄養が回っていく感じがね、ふわーっと、ヘルシーな感じでね。いや、美味しくいただきました。美味しかった、美味しかった。よし。